にちは。アゴラモデルズ公認モデラーのテイクアールです。今回ご紹介するのはこちら、アゴラモデルズさんのコルベットスティングレイパック4の方をご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。でパック4なんですけども、こちらですね、ステージ25からの作業となっております。早速25から作っていきます。はい、それではですね、ステージ25はタイヤの組み付けですね。ここら辺は前にも、説明している箇所なので簡単に説明していきますね。このような形でホイールを挟んで CM ネジでここ2本止めていきます。はい、でこのような形でタイヤにホイールを組み付けたら、こちらのホイールキャップのですね、一部だけ、バルブの逃げるところがついてます。ちょっとわかりづらいんですけど、ここですね、バルブが、ここですね、エアバルブが逃げるところがありますので、ここ合わせてこのような形ではめて、裏側から DP のネジで止めていきます。はい、このような形でホイールキャップをつけたら、センターキャップをこのような形でつけて、ステージ25の作業終了となります。はい、それではステージ26やっていきます。まずはですね、こちらのパーツには L と R がありますので、全部分けておきます。ここに LR 書いてあります。こうですね、 R、 こっちが L で、この部品が L、 これが R、 このような形で、分けておいてください。はい、それではまず左の方から組み立てていきますね。こちらのパーツ、ここが鍵状になってますので、こちらに合わせてこのような形ですね、こう合わせて TM のネジでここを固定していきます。はい、このような形になります。はい、そうしたら次にこちらのパーツのここにこの部品を入れていきます。で、これ D 型にカットされてますので、向き間違えないようにこのような形で入れて、こちら側から RM のネジで固定していきます。はい、このような形になるわけですね。はい、そうしたらですね、こちらのパーツ2つを組み合わせていきます。これ向き間違えないようにしてください。この向きでこのような形でつきます。で、こちら側から AM ネジ2本で固定しておいてください。はい、このような形でネジ2本で固定したら、このプラスチック製のカバーをここからこのような形ではめておいてください。こうですね。はい、でこれと同様のものを右側も作っていくわけですね。はい、このような形でリアのですね、左右の足回りを作ります。はい、それではですね、先ほど作ったタイヤにこのドラムブレーキですね、このような形で合わせて、ここ RM のネジで固定しておきます。はい、このような形ですね。これでステージ26が終了となりまして、続いてステージ27やっていきます。はい、それではステージ27ではまたタイヤですね、先ほどと同じ手順で組み立ててください。はい、でタイヤを組み立てたら、続いてステージ28やっていきます。はい、それではステージ28はギアボックスですね。まずはこちらのギアをここに入れます。こんな感じで、この後こちらのウォームギアがこのような形で入って、このギアのついたシャフトですね、ここにこのような形でつきます。で、ここをこちらのパーツで蓋をして、こうですね。で、 FM ネジ2本で止めていきます。こことここ。はい、それでは次にですね、シャーシの方にこちらの方のパーツをつけていきます。で、まずですね、ちょっとここ一度このネジを外してください。これを外すことによって、このパーツがですね、少し動くようになるので、この状態でですね、ちょっと分かりづらいんですけども、ここですね、ここのところにこれの丸い方をこのような向きで入れて、 QM のネジで固定してください。はい、で、ステアリング用のパーツをつけたら、外したここのところですね、元に戻しておいてください。はい、そうしたらですね、このギアボックスをこちら側を正面に見た時に、こっちがですね、このような形で見えるようにセットしてください。こういうことですね。これ間違えないでください。で、この時にここにこう乗って、この四角がですね、ここに入ります。先ほどのパーツですね、その時に直進状態になっているように合わせて、まずこれをここにつけてください。
はい、こういうことですね。このように見たとき、この角度になるようにしてください。ここでちょうどこう半分しか見えない状態で直進状態になるようにします。で、このギアボックスは DM ネジ2本で固定して、でここですね、ここのところ四角を合わせて、ここは QM のネジで止めてください。そうするとこのような形で直進状態でこうなります。でこの、タイヤがですね、このように回った時に、右に回った時にこうわずかにハンドルがこう右に回ると、でこれ左に曲げるとわずかに左に回ると。これはですね、まあただいつも言ってることなんですけども、大型模型なのでそれほどですね、完成後、きちんと動くとは思わないでください。一応ついてる感じのギミックです。はい、でこれでステージ28終了となります。続いてステージ29やっていきます。はい、それではですね、ステージ29では、これはリアのフレームですね、後ろの方で、こちらが前になりまして、右左で、こちらのパーツが R と L ありますので、右のパーツがこちらのこのような形でつきます。でここ2箇所ですね、 CM のネジで固定してください。はい、このような形で左右 CM のネジで固定しておいてください。はい、それではですね、リアのフレームをつけていくわけなんですけども、ここにプラパーツがついてまして、これ、先端がですね、折れやすくなってるので気をつけてください。必ずフレームのですね、下からこのような形で入れて、このような感じですね。そうすると、ここのところ、ここ、4箇所穴に入りますので、裏側から CM ネジで固定します。こうですね。はい、このようにしてここ4箇所 CM ネジで固定していきます。はい、このような形でリアのフレームがつきます。はい、そしたら次に以前つけたこちらのパーツを外して、ここのネジ2本を緩めて、マフラーも一度外すということですね。はい、そうしたらですね、以前組み立てたこちらのフレームのカバーのようなパーツがあるはずなので、ここのシャフト、このシャフトがここに入ります。でこのカバーが全体的にこのような形で入るようにつけてください。はい、でここのところですね、フレームカバーがこう下に入り込むようにしてつけてください。このような形になります。はい、でこのカバーをつけたら、今一度ですね、マフラーの方を元に戻しておきます。でマフラーを元に戻して、このネジもですね、つけてしまって大丈夫です。はい、そうしたらですね、ここから1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ですね、 CM ネジで固定していきます。はい、で反対側も同様に CM ネジで4箇所止めていきます。はい、そうしたらですね、付属の JP ネジ2本で、こことここですね、ここに、ね、JP ネジを入れて2本止めておくと、これで、内装パーツですね、このプラパーツとフレームが固定されます。はい、そうしたらですね、先ほど外したこちらのパーツ、この突起ここに入るように、このような形で合わせて、 HM のネジでこことここを止めておきます。はい、下回りこのような形になれば OK です。で次はですね、ここに、挟んであるこの配管があると思うんですけども、これ一度外して、ここのところですね、この穴の向こうにすぐに、このピンが出ているはずなので、そこにこのパイプを取り付けします。はい、このような形で、ここのところですね、パイプを差し込んだら、今一度ここのところですね、このような形できちんと挟んでおいてください。はい、そうしたらですね、こちらのパイプでこことここをつないでおきます。はい、このような形ですね、こことここつないで、まあ、この下あたりにこのような形でパイプを置いといてください。はい、で今回入ってきてるこちらのシールを使って、この配管ですね、これをですね、3箇所止めておくということになってます。はい、それではですね、あと2本ですね、このような形でパイプが入ってるんですけども、ちょっと長さを比べてみてください。で少し短い方が足回りの L と書かれている方のここに
差し込んでおきます。はい、このような形ですね。で、同様にもう一本のパイプを R のここに差し込んでおくと。はい、このような形でパイプをつけて、これでステージ29の作業が終了となります。続いてステージ30やっていきます。はい、それではステージ30作っていきます。まずはですね、こちらのジョイントパーツにこれをこのような形で入れて、AP のネジで止めていきます。はい、このような形ですね。3つ作っておきます。はい、そしたら次はこちらのパーツですね。これはデフケースですかね。ここのところにこちらのパーツをこう入れて、で、こちら側から DM ネジで2箇所固定していきます。はい、このような形でこちらのパーツをつけたら、次にこのパーツがここにこのような形でついて、ここも DM のネジで4箇所止めていきます。はい、このような形でネジで固定したら、次こちらのパーツに先ほど作った、ユニバーサルジョイントをこのような形で3つですね、入れていきます。はい、そしてこちらのパーツをこのような形で蓋をするような形で合わせて、ここのところですね、 DM のネジで留めていきます。はい、このような形になるわけですね。そうしたら次にこちらのパーツをここにこのような形で合わせて、ここも DM のネジで固定していきます。はい、このような形でネジ2本で固定したら、今度はひっくり返して、ここのところにこちらのメンバーがここにこう入って、ここも DM のネジで2箇所固定していきます。で、こちらのメンバーはですね、前後があるので気をつけてください。この切り欠きがこっちの前の方を向くようにしてつけてください。ここにへこみのある方が後ろ側を向いてこうつきます。はい、で、ここまで組み立てたら、以前組み立てたこのプロペラシャフトがありますので、このプロペラシャフトをここにこのような形でつけて、AP のネジで固定しておきます。はい、このような形のものが出来上がって、これでステージ30の作業が終了となります。続いてステージ31やっていきます。はい、それではステージ31ですね。リーフスプリング入ってます。なかなかリアルにできてますね。はい、はい、それではですね、ステージ31ではまずこのドライブシャフトをつけていきます。で、このドライブシャフトは右とか左がないので、このままですね、どちらでもいいので、ここにこのような形で合わせて、CP のネジ2本で固定しておきます。はい、このような形でドライブシャフトを左右2本つけておいてください。はい、そうしたらですね、次にリーフスプリングをつけていきます。で、ちょっとですね、これリーフスプリング、まずは片方入ってきたのかなと思ったんですよ。普通このような感じでつくんですけども、真ん中につくんですね、この時代は。はい、このような形でスプリングがつきます。はい、そうしたらですね、このスプリングの上にこちらのパーツを乗せて、AM ネジ2本でここを固定していきます。はい、というわけで、このような形でリーフスプリングがこの向きでつくという知識はですね、この模型を組み立てなければ一生知らないことでしたね。はい、こういったところにも模型の魅力があるんじゃないかと思います。はい、それではですね、次にシャーシの方にこちらの部品をつけていきます。で、これはですね、 L と R がありますので、刻印の方よく見て、 L は L、 R は R につけていきます。ここに刻印ありますね。で、これが右側、こっちですね。で、これが左側。はい、で、こちら側ですね、 D 型にカットされてますので、これをこのような形で合わせて、上から DM ネジで固定します。はい、このような形でパーツを取り付けておいてください。はい、それではですね、次にパイプをつけていきます。今回入ってきた中で、2番目に長いパイプをですね、ここのところにつけていきます。はい、で、次に今回入ってきたパイプで一番長いパイプですね、このパイプがここの今つけたところの隣につきます。はい、そして今回入ってきたパイプで一番短いものがここに入るわけですね。ここ。このような形でつきます。はい、このような形でパイプを3本つけて、これでステージ31の作業がすべて終了となります。続いてステージ32やっていきます。はい、それではステージ32やっていきますね。ステージ32ではこちらのロッドをまずつけていきます。で、こちらの方ですね、左右はないので、まずこちらの方をここに合わせて、PM ネジでこちらから固定していきます。はい、このような形ですね。で、同様にこちら側にもこのロッドをつけておきます。
はい、このような形でロッドを左右につけたら、今度はですね、ドライブシャフトにこちらのジョイントパーツですね、これをつけていきます。はい、で、このジョイントパーツは CP ネジで固定してください。はい、このような形でジョイントパーツを2つつけたら、次はですね、こちらの足回りの方に部品をつけていきます。はい、それではまずこちらのピストンパーツですね。ちょっと右左はないんですけども、よく見るとこちら側、くぼんでる方とくぼんでない方があります。で、くぼんでる方をここのところにこう入れて、こちらのネジがですね、AM ですね。AM ネジでここ止めていきます。はい、このような形になるわけですね。で、同様にこちら側にもつけておいてください。はい、そしたら次にですね、この足回りの、ここですね、ジョイントパーツをドライブシャフトのジョイントパーツ、このような形で合わせてつけていきます。ここで使うネジが AP です。はい、このような形で左の足回りをドライブシャフトにつけたら、次は右の足回りをドライブシャフトにつけていきます。はい、このような形で左右ですね、ドライブシャフトをジョイントパーツつないだら、次にですね、こちらの先ほどつけたロッドがここにこのような形で入って、OM のネジで後ろから止めてください。はい、このような形でここですね、2箇所止めたら、次にこの、シャフトが2本入ってきてます。で、ネジ山がですね、切ってあるんですけども、たくさん切ってある方と少ししか切ってない方があります。で、このたくさん切ってある方にこちらのナットを入れていきます。はい、このナットは根元までこうしっかりと入れておいてください。2つ作ります。はい、そしたらですね、足回りのここの裏側が六角になってますので、ここにこのナットを一つ入れて、で、これをですね、こちら側からとも締めしていきます。このような感じですね。で、ここは最後にこちらの付属の六角レンチがついてますので、これを使って増し締めしておいてください。はい、で、こちら側もですね、同様の作業をしていきます。はい、そしたら次にですね、こちらのシャフトをここのリーフスプリングの端っこにこのような形で通します。ちょっとですね、穴が小さいようなので、私は、少し大きめのドリルで穴をですね、吹かして大きくしました。はい、そしたらですね、このプラスチック製のワッシャーが4つ入ってきてるんですけども、厚みが違います。で、厚い方を使って、ここにまず入れて、で、さらにナットをつけます。このナットですね。はい、で、こちらのナットもですね、最後はこのスパナを使って、きちんと締めておいてください。はい、そしたら次にですね、ここのところに、こちらのシリンダーをこのような形で合わせて、GP のネジでここを固定しておきます。はい、で、このような形でシリンダーを取り付けたら、このシリンダーの中にこのスプリングを入れます。こうですね。はい、そしたら次にこちらの足回りをつけていきます。まずですね、プロペラシャフトをこのフレームの真ん中にこのような形で通して、入れていきます。はい、そしたらですね、足回り、ここのところがこの中に入ります。ここですね。そして、このシリンダーにこのピストンを入れてください。はい、このような形でですね、シリンダーピストンがしっかり入って、ていることと、このアームがですね、フレームのここのところにしっかり入っていることを確認したら、まず真ん中ですね、ここを AM のネジで止めていきます。はい、で、ここを止めたら次に CM ネジを使って、こことここを、フレームに固定していきます。はい、で、ここ CM ネジ2本でフレームにしっかりと止めたら、次はですね、ここのアームを SM ネジ2本で左右ともに止めていきます。はい、で、アームを固定したら、このブレーキホースですね。このブレーキホースをそれぞれここに差し込んでおいてください。はい、そうしたらですね、ここに差し込んだホース、これですね。これがドラムブレーキのここに突起がありますので、ここに差し込みます。で、こちらの方はこのような形でぐるっと回して、同じところにここに突起がありますので、差し込んでおいてください。ちょっとですね、長すぎる場合は、ご自身で適度な長さに調整していただいて OK だと思います。
はい、というわけでこれでリアの足回り完成となります。まあこのサスペンションがですねこのような形で動くわけなんですけども、このですねダイキャスト製のリーフスプリングに負担がかからないようにこのショックアブソーバーの中にもスプリングが入っているということですね。かなり、よくできてるんじゃないかと思います。はい、でここまで作ったらこちらのプラスチックワッシャーを入れてタイヤを固定しておくということなんですけども、タイヤは今の時点でつける必要はないと思いますので私の方ではまだつけないでこの先の作業を進めていきたいと思います。はい、というわけで今回ですねこちらの方で、コルベットスティングレイの、パック4の作業が全て終了しました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。